奈良ラジオ。皆さんこんばんは、相田理香子です。この相田理香子のララララジオは、日曜日の夜に聞いてくださっている皆様に、私相田理香子がラララな時間を届けるラジオ番組です。ということで、いよいよ来週の土曜日はもうイベント当日ということで、早いですね。だいぶ前に発表して、こんな早く発表すること珍しいねみたいな話をしていていたのにもかかわらず、もうあっという間にイベント当日を迎えるんですけれども、残念ながら当日予定が合わないっていう方のために配信の方も実施し決定しておりますので、後ほど詳しいお話しさせていただきたいと思います。じゃあ今週もおもちゃでラララのコーナーに行きましょう。今週はこちらです。私がやったわけではないんですけど、スタッフさんがやってきてくれて、なんかゴリラックスっていうガチャガチャらしいんですが、なんかゴリラのミニフィギュア、よく見たらこれもほとんどサウナのやつでした。整うとか汗を流す、だからやってきてくださったんですかね。かわいいゴリラ、愛くるしいね。あんまりゴリラに興味を持ったことはないですが、なんかこうやってこうサウナ系のフィギュア最近多いですね。かわいい。寝てるの、寝てんのちょっと待ってかわいい。はい、ということで、皆さんも気になったらぜひやってみてください。それでは始めていきましょう。今夜も一緒にラララな時間を過ごしましょうね。改めまして、相田理香子です。ここで11月30日に開催するイベント、まだまだいけますかに関するお知らせです。まず募集しているメールのおさらいです。昼の部は2024年幸せを感じたことと、そして2024年頑張ったことについてのお便りを募集しております。そして、会場で2024年頑張ったことを紹介した方には、相田理香子手作り毛糸リボンをプレゼントいたします。夜の部は相田理香子&吉武千早さんへの質問やメッセージをお待ちしております。きっと今頃一生懸命せっせと皆さんへのプレゼント用の毛糸リボンを編んでいると思いますので、皆さんぜひぜひたくさんのお便りお待ちしております。続いて発売する新グッズのおさらいです。先週ねお写真で発表させていただきましたが、今日は現物の方がございます。じゃじゃん。じゃあまずはアクスタから。あ、なんかすごい、さ、お洋服のデザインも相まって、なんかアクスタなんだけどフィギュア感がすごいある。やっぱこの衣装かわいいね。思いつきで見て可愛かったから買ったんだけど、こんなにも活躍してくれると思わなかった。そう。あとこちらのお衣装もね、結構私が私服でよく着ているポピーっていうところのね、割と最近のブランドなのかな。そう、結構カラフルなお洋服が多いお店なんですけど、ここもお気に入りで日頃よく着ているところのブランドです。こっちはミルクです。はい。みんなが大好きなミルクです。そうなの。もう大好きでね、いくつになってもフリフリみたいなのがやっぱ可愛いからさ、そういう、なんかこう、私会とかいう機会で結構ね、着ることが多いんだけど、こうしてまたね、日の目を浴びることができてとても嬉しいです。はい。そして、サイズ感はね、こんな感じです。こんな感じ。割と結構大きい。しっかりしてます。はい。です。そして、ブロマイドですね。どれぐらい見せようかな。ラララブロマイド。この、
チェックのお衣装とこの花柄のスカートのパターン、あ、いいんでしたっけ、そうだあ、これはなんかあれです、何か、あ、2種同時購入者限定でもらえるブロマイドです、はい忘れちゃった、はい、こんな感じです。ぜひブロマイドも皆さんゲットしていただけたらと思います。そして今私が実際に着ているこのラララジオ5周年パーカーも出ます。かわいい、こんな感じです。なんかすごいおしゃれ、着やすい。あとね、背中にもね、ちょっとチラッと見せていいですか、こんなイラストが、はい、これはこんなイラストとかって私が描いたんだ、一応私が描いてそれをちょっとなんかおしゃれにしていただいたやつです。改めまして皆さんも見慣れたイラストだとは思いますが、ぜひぜひトレーナーは何枚あってもいいからこの季節重宝すると思います。ぜひ買ってください。そして、来場者限定で特製の紙チケットを入場時に配布いたします。こっちが昼公演、私単独でやる回と、夜が吉武千早ちゃんと一緒に出る回のチケットになっております。ピンクと水色でこんな感じで、なんかハッピーな感じの可愛いデザインになっております。ぜひこの機会に記念に持って帰ってください。はい、そして最後に、ちょっと冒頭でも言いましたが配信情報です。今回も在庫で配信を行います。チケットは各部3000円税込みです。そしてたった今販売開始しましたので、皆さんラジオを見終わってからでもう大丈夫なので、ぜひチェックしてください。ということで、もろもろ番組公式 X にも載っておりますので、皆さんぜひ確認してみてください。ではここからは皆さんから届いたメールをご紹介しましょう。ラジオネームクラフさんからです。アイダさんこんばんは。ラララジオ5周年記念イベントのグッズが発表されましたね。アイダさんの私服姿のアクリルスタンドがあるのが特に嬉しいです。いろんな場所に合いそうなので、ハッシュタグアイダ散歩がはかどりそうですね。とっても可愛いブロマイドを合わせてゲットしたいと思います。イベントも楽しみにしています。これからも応援しておりますとのことです。ありがとうございます。そう、なんかこのハッシュタグ、アイダ散歩を、未だに、使ってくれてる方が結構ね、X とかでいるんですけど、なんか、私のそのアクスター持って、なんか、ご飯食べ行って、ご飯と一緒に撮ってくれてたり、そう、すごい嬉しくて、私も最近そういうことをやるんですよ、たまに。自分のアクスタではやらないんだけど、芸人のジェラードンさんのアクスタ持ってるから、マロンちゃんと、その、ゴロウさんっていう、カミチーさんと、アタック西本さんがやってるね、キャラクターのアクスタを持って喫茶店とかに行って、こう写真を撮るみたいな、やるんですよ。で、新幹線とか乗るときは、一緒に旅行してる感じで、こう窓のとこに置いて、一緒にこう旅してる感じで、で、私もなんかやっと最近その、なんかみんなの、何、楽しみ方っていうか、分かってきたというか、あ、なんか楽しいみたいな、一緒に旅行してるっていうかお散歩してるみたいな感じのね、記念にもなるしね。そうそう、引き続き皆さん、そう、私も結構そのハッシュタグ X で見かけたりとかするんで、ぜひぜひどこか行った際にはハッシュタグつけて画像を載っけてツイートしてみてください。ありがとうございます。ほい、そして続いて、ラジオネーム MH さん、アイダさんこんばんは。いつも楽しく拝見しております。先日の放送で起きて夢日記を書いている夢を見るとおっしゃっていましたが、私もここ最近そういった夢を見ることが多くて調べてみたのですが、起きる夢は疲労やストレスを感じてるサインらしいです。なので相田さんお忙しいとは思いますが、しっかり食べてしっかり寝てください。ご自愛くださいとのことです。起きる夢っていうのは、夢の中で
起きたけど起きてないってことですよね。目覚めたけどそれもまた夢の中っていうことか。あーでも結構なんだろう、疲れてるのかはわかんないけど割と見ます。しかも同じシチュエーションなのよ、本当に自分の部屋だから夢かどうかわかんなくてみたいな。それは結構あります。でも昔からあるかも。もう最近特にあれ、なんか普通に生活しててあれこのシチュエーションなんか初めてじゃない、え夢みたいな、え現実だっけみたいなこととか、あとなんか誰かに話しかけるときにあれ私この話前したっけみたいな、いやしてないみたいなことが結構あって、なんか物忘れが激しいのか、その何前にもう夢でそういうシチュエーションを見ているのかわかんないんだけど、なんかそういうことが結構ありますね。でも確かにね、2、3週間前は本当になんか夢に取り憑かれてる感じはあったんですけど、最近は結構寝起きもいいし、すっきりしてるし、ここのところはあんまりそういうのに悩まされてることはないですね。うん。ありがたいことに。はい。じゃあ続いて、ラジオネーム、ニセバン猫さんからです。相田さんこんばんは。先日の放送で相田さんがおっしゃってた夢のお話ですが、僕が一度だけ経験したことがあるのでお話しさせてもらいます。僕が7歳くらいの時、母方のおばあちゃん92歳が亡くなる夢を頻繁に見るようになり、ある日の夢でおばあちゃんが棺から起き上がって、もう泣くんじゃないよと頭を撫でられ、はっとして目が覚めました。今思うとなんでこんなシチュエーションだったのでしょうか。すると横で父と母が真夜中なのに話をしているので、どうしたと聞いたら、おばあちゃんさっき亡くなったんだよと言われて本当に驚きました。当時は気づきませんでしたが、虫の知らせってやつで、母が末っ子で僕がまたその母の遅く生まれた子だったので心配して最後来てくれたのかもしれないですね。相田さんもこのようなご経験ってありますか。もしあったら聞かせてもらえたら嬉しいです。この話が相田さんの夢の話の少しでも足しになれたら幸いです。では PS、 僕が子供の頃によく見た夢は恐竜や怪獣に追いかけられる夢です。ついに食べられる瞬間ギャーとなり目が覚めるのがお約束でした、とのことです。あ、でもありますね。何年か前に結構お世話になっていた、ずっと子供の頃から可愛がってくれていた親戚の方が亡くなって、連絡をもらったんだけど、お通夜も葬式もちょっとお仕事でライブかなんかが重なってたのかな、行けなかったんだよね。でもその連絡をもらった何日か後、2、3日後かなんかに、その親戚のおじさんが夢に出てきて、出てきたことなんてないのよ。そんなに頻繁に会う人でもないし、でもなんか気にしないでみたいなことを夢の中で言われて、で起きてあれと思って、まあ最後に私も多分心の中でどっかで引っかかってたから、いけないことが残念だなって思って、だからこう夢に出てきてくれたのかなっていうのはあるのかもしれないよね。それか本当に会いに来てくれたのかもしれないし。でもね、あのおばあちゃんの夢は私も最近見たんですよ。亡くなったのが10年前とか、アクア始まるちょっと前だったんだけど、まあまあすごく落ち込んでたのよ。結構引きずってて、あんまり夢にね出てきてくれることがそんなになくって、なんかね最後に出てきたのが4年前とかかな、うちのベランダにおばあちゃんが立ってたの。でもそれもまた夢なのかどっちか分かんなかったの。で起きて、あ夢かってなって、なんか会いに来てくれたのかなと思って、なんかその日ずっとベランダの窓開けたりとかしてたりとかあったんだけど、なんか最近ここ2週間前とかかな、本当にキンキンでおばあちゃんが夢に出てきて、なんか普通に一緒に車に乗っておしゃべりしてて、なんか最近生まれ変わったのよっていう話をしてて、おばあちゃんが、えそうなのみたいな、なんか転生したみたいな話をしてたの、おばあちゃんが。で、あ
そうなんだ、じゃあまた会えるじゃんっていうね話をしてて、そうだから私は、まあ、ずっと生きてて1回の私の人生でじゃあおばあちゃんに2回会えるんだねっていう、その別に生まれ変わった姿として会えるんだねって言って嬉しいみたいな話をしてたの。なんかさ、夢とはいえなんか不思議だなって思ったの。あんまり登場してくれないから、だから今そういう時期なのかなみたいな、まあまあそういうのも夢だよっていう人とさ、そうなんじゃないっていう信じる方ねいると思うけど、私は本当にそういうの信じるから、あそうなのかな、もしかしたらそういう感じなのかな今みたいな思って、ちょっとね嬉しかったりとか、そんな夢を見ました。でもなんか悪夢は全然見てないな最近は。うん、平和に過ごしております。夢日記ももう今つけてない。なんかめちゃくちゃ疲れることが分かったし、なんかあれ夢だっけあれ現実だっけみたいなことが増えたから、ちょっとやめようと思ってつけてない。でもなんかね、何回か書いたの、5個くらい夢書き置きしたの。したらでも後から見たけど、なんか文字面だけはその新鮮な記憶が新鮮なうちに書いたから、割とちゃんと書き記してあるんだけど、映像が出てこないんだよね。もうあれこんな夢だったっけみたいな、見たっけみたいな。不思議だよね夢ってね、すぐ忘れちゃうからさ。はい、最近の夢事情はそんな感じでございます。じゃあ続いてもう終わり。はい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。これからもお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。相田理香子でティアード。ここからはこのコーナーをお届けします。ラララトレーニング。私が主に脳を鍛えていくコーナーです。では皆さんから送っていただいた謎々を紹介していきましょう。ラジオネームヒロさんからです。ハンバーガー、ピザ、フライドチキンのうち人から奪って食べたものってなんだ。ハンバーガー、ピザ、フライドチキン、人から奪って、ピザ、なんだろう、今のところその全然分かってないですね。はい、ピザ、なんかビザ的なあー似てんだって感じなんですけど、ハンバーガー、いやヒントがあってやっと答えられるか答えられないかって感じなんですよ。いつも
フライドチキン。え、なんだろう。パン。パン。ハンバーガーとピザはパンですね。フライドチキンはパンじゃないですね。そういう感じですか。関係あります。全然ない。それぞれの材料と調理法。奪って食べる？え？フライドチキンですか？理由？鳥を盗んであげた。惜しい！惜しいの？え？鳥を奪った？フライド飛ぶ？フライ、ほぼ正解？え、ほぼ正解なの？でもちょっと待って、理由が分かってないんだよね。そういうこと多いんだよね、よく。フライド、鳥を奪う？奪う鳥？鳥、取る。鳥？取る？と、人から取る？タンドリー？え？奪う？ピック？取るを言い方を変える。あげる、あげる。奪って、え？待って、ここまで出てんのにな。人から奪ってあげた。あげ取り。え？え、ちょっと待って、あげる？人から、奪って、あげ取り？え、ちょっと待って、取り上げる！取り上げる！え？逆になんか答えらしきものが出すぎてて分からなくなった。取り上げる。あー、うわ、フライドチキン。あげるか。うわー。むず、なんかね、全然しっくりきてないわ。いや。いや、確かにって思ったんだけど、ちょっとね、ダメだ。今日も今日とって頭がもうあれでございます。ラジオネーム、海猫さんからです。虫さんたちがレースをしています。途中でバッタさんが転んでしまい、みんなで助けに行ったのですが、一匹だけ助けに来ない虫がいました。どんな虫でしょう？あ、わかったかも。テントウムシ？転倒した虫がいる。転倒虫。ああ、はい。あ、転倒して無視した。ああ、私でもこんなすんなり答えが出る問題あるんだ。感動。ちょっと簡単すぎたのかな。じゃあ次、ラジオネーム、ゴリラさんからです。笑わせるのが得意な人に尻尾があったら色は何色でしょうか？ヒント、笑わせるのが得意な人はどんな人？尻尾の色でしょ？虹色、レインボー、違う。笑わせるのが得意な人は愉快な人、陽キャ、ハッピーな人。尻尾が色の話ですもんね。色全部言っていけばいつか当たる感じの答え。赤。理由もね。笑わせるのが得意な人？面白い人。白い？主に白い人。白い人。白。理由？え？白。面白い人でしょ？笑わせるのが得意な人イコール面白い人だから、面白いには白って漢字が入ってるから、です。他にやります？逆にやります？白ではないですか？あ、白は合ってます？尻
尻尾が関係してる？お面白い。おっぽのですね。難しい。おも白い人で。でも、すっきりはしますね。すっきりはしましたよ、ちゃんと。はい、ということで今回は以上になります。私の脳を鍛えるために引き続き謎々をお待ちしております。以上、ラララトレーニングでした。このラララジオエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。宛先はりかこアットマーク joqr.net rikao@joqr.net です。番組の感想や各コーナーへの投稿をお待ちしております。そして番組公式 X も稼働中ですので、ぜひフォローしてください。また推奨ハッシュタグはカタカナでラララジオです。ぜひつけてポストしてください。そしてここで私からのお知らせです。2025年5月5日月曜祝日、 LINE キューブ渋谷にてリカコアイダライブ2025デコレートマイステージを開催いたします。5周年記念ライブとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。そしてアイダリカコ YouTube チャンネルにて VTuber リキャコとして活動中です。12月12日木曜日から18日水曜日に三越劇場にて行われる舞台歌劇少女第2章にアニメでも演じた小園桃役で出演いたします。アフタートークに出演する回もあります。ぜひ見に来てください。続いて番組からのお知らせです。11月30日土曜日に有観客イベント、まだまだ行けますかを開催いたします。来週ですね。はい、夜の部のゲストに吉武千早ちゃんが来てくれます。募集するメールテーマやグッズ配信に関しては番組公式 X で確認してください。当日会場でお待ちしております。来週のね、土曜日いよいよ本番ということで、引き続きお便りの方もお待ちしておりますので、皆さん会場でお会いしましょう。それではこの時間のお相手は愛田理香子でした。この後のコーナーもぜひ聞いてください。それでは皆さん、ララバーイ。理香子の日曜日反省会。このコーナーでは放送での反省を私なりにしていきます。今日は久々にあの謎々のコーナーやったと思うんですけど、まあ相変わらずダメダメで、もう安心するくらいダメダメだったんですけど、土曜日にねイベントでちょっと千葉ちゃんがいる時に一緒にこの謎々企画やってみないかっていう話になりまして、今のところ勝手なイメージで言うと千葉ちゃんは結構ちゃんと答えられる、すぐにわかるけど私に遠慮して答えられないみたいな、なんか勝手にそんなイメージなんですけど、はい、イベントでもねこのコーナーやできたらいいなと思ってますので、引き続き謎々お待ちしております。